秋田 IT プラザアンプは株式会社 NTT 東日本秋田はかつて存在した NTT 東日本の業務を受託した都道県地域会社の一つである。秋田県は秋田市に本社を置いていた。2001年に NTT が発表した NTT 東西の構造改革についてに基づき NTT 東日本各支店の業務を都道県地域会社へ委託することになり、 2002年、NTT 東日本秋田支店においては設備系の株式会社 NTTME 秋田、営業系の株式会社 NTT サービス秋田、共通系の株式会社 NTT ビジネスアソシー秋田の3社が設立。それぞれの会社が秋田支店からの業務を自宅した。また、これにより多くの従業員が3社に転籍や出向した。2005年には、 都道県地域会社の統合により、株式会社 NTTME 秋田を、存続会社として3社が合併し、株式会社 NTT 東日本や秋田が設立。営業、設備、共通のほか、秋田支店の法人営業部の業務も受託した。2014年に、株式会社 NTT 東日本青森、株式会社 NTT 東日本岩手、 株式会社 NTT 東日本山形、株式会社 NTT 東日本福島と共に、株式会社 NTT 東日本宮城に、九州合併され、株式会社 NTT 東日本東北となった。NTT 東日本秋田支店長が、代表取締役社長を兼任。また、秋田支店の各担当部長が、NTT 東日本秋田の部長を兼任していた。 ここでは民営開港の NTT 東日本秋田支店の遠隔についても記述する。ありがとうございます。